東京の地下鉄が活発に直通運転している理由が関係します。皆さんこんにちは、コツアズ鉄道チャンネルへようこそ。東京の地下鉄は都心で乗車するとそのまま郊外に直通運転している列車が多い傾向にあります。東京には新宿駅、池袋駅、東京駅といったターミナルがあっても必ずそこで乗り換えて郊外へと向かう必要はなく、路線によってはそのまま自宅最寄り駅まで直行可能となっています。それを実現しているのが相互乗り入れです。東京には戦前にできた銀座線、戦後にできた丸の内線と相互乗り入れをしない地下鉄もあります。一方で環状線のため乗り入れの必要がない都営大江戸線もありますが、これらの路線を除いては全ての路線で相互乗り入れを行っています。どのような経緯で行うようになったのでしょうか。この動画をご覧いただくことによって、東京の地下鉄が活発に直通運転を行うことになった経緯がわかるかと思います。それでは本編へどうぞ。東京の地下鉄の概要。当初、東京の地下鉄の事業者は東京地下鉄道と東京高速鉄道の路線を引き継いだ帝都高速度交通営団のみでした。東京都は大都市公共交通公営主義の観点から営団の解体・併合を求め、地下鉄建設計画を進めていました。都心乗り入れを図る各私鉄各社は、太平洋戦争後に国鉄山手線内側に至る地下路線の免許が相次いで申請されました。しかし私鉄各社に免許申請を認可し、私鉄各社が独自に地下鉄を敷設していくと、今後の東京都市計画に影響が出る可能性が懸念されていました。そのため運輸省による行政指導が入り、最終的に運輸大臣の諮問機関都市交通審議会での決定によって、東京都交通局が運営する都営地下鉄浅草線を皮切りに、第二の地下鉄敷設・経営の参入が開始されました。その他の私鉄関係は独自で都心乗り入れを行うのではなく、東京都交通局と営団地下鉄へ相互乗り入れを行うことで決定されました。後に帝都高速度交通営団は2004年4月1日に民営化され、現在の東京メトロへと生まれ変わりました。地下鉄の他路線との直通運転近況は、2022年現在、規格が特殊な銀座線、丸の内線、都営大江戸線以外の10路線は他社路線との相互直通運転が行われていますが、日本の他都市での地下鉄と他路線との直通運転は東京に比べると活発ではなく、名古屋2路線、京都2路線、大阪3路線、福岡1路線でのみ行われています。その理由は様々ですが、線路幅の問題や競合に対する考え方の違いが要因で、相互直通が進んでいないと推測されます。一方、海外では東京の地下鉄を参考に建設されたソウルの地下鉄のうち、ソウルメトロ1号線、3号線、4号線で直通運転が行われています。ソウルの地下鉄は韓国のソウル特別市で運行されている地下鉄で、現在は9つの路線が運行中です。そして韓国鉄道公社、広域電鉄、インチョン都市鉄道などの路線とともに首都圏電鉄を構成しています。その中でもソウルメトロ1号線の建設とその直通先かつ首都圏電鉄1号線を形成するキョンブ、
キョンイン、キョンウォン各線の電化事業は円借家によって行われ、車両、信号、通信分野等で日本の技術協力を得て建設されています。また開業当時の電車は全て日本製を使っていたことも特筆されます。地下鉄建設に日本は約645億円の借家を供与して、長期にわたり現地指導と日本国内研修を実施してきました。そのため現時点でも指差し確認等の基本運用は日本式を採用しています。東京都心の直通運転が増えた理由は？ところで、東京で活発に行われている地下鉄と他路線との直通運転ですが、なぜ東京では活発に行われているのでしょうか？東京の地下鉄で直通運転が増えた理由として、大きく分けて4つあります。まず1つ目は人口増加であり、これが一番の理由です。東京に地下鉄がない時代、都心のターミナル駅まで国鉄や私鉄で訪れた人は、そこから都電に乗り換え各地に移動していきました。しかし東京の交通事情はすでに麻痺状態でした。そこで運輸省の都市交通審議会は1956年に答申第1号を出すことにしました。この答申では、都心から各方面に路線を伸ばす一方で、それらの路線を都心で貫通できるようにし、全路線を1回乗り換えで移動できるようにしました。この考えが現在の東京都心の鉄道網の基本となりました。しかしこの答申第1号では、伸び続ける都心への通勤者に対応できなくなっていきます。そこで運輸省は1962年の答申第6号で路線網を充実させ、1972年答申第15号で現在の地下鉄網が構築しました。こうして東京の都市交通は利便性の高いものとなっていったのです。2つ目はターミナル駅集中の緩和です。東京の都心部には多くの利用者がいるターミナル駅があります。私鉄のターミナルには、その駅で折り返すことを前提にして作られた行き止まり式ホームの駅もあります。都内で大きなところで言うと、京王線や小田急線の新宿駅、西武池袋線や東武東上線の池袋駅といったところでしょうか。こういった駅では多くの利用者が乗り降りしています。もし東京山手線内の駅で接続する私鉄が全て行き止まり式の駅構造となっていたとしましたら、駅は混雑を極めていることになります。そのため地下鉄が JR や私鉄と直通することで、ターミナル駅で乗り換える人の削減を狙い、そして駅の混雑の緩和を狙ったのです。こうしたことから、行き止まり式の大きなターミナルを抱える鉄道事業者でも直通運転を行っている事例があります。例えば京王線は都営新宿線に、小田急線は東京メトロ千代田線に、西武池袋線や東武東上線は東京メトロ有楽町線や副都心線に直通しています。一部の列車のみではありますが、地下鉄への直通運転を行うことで、ターミナル駅への人流の集中化を抑えているのです。3つ目は都心折り返しの削減です。例を挙げますと、東京メトロ東西線は中野駅から高田の馬場駅へ向かうことで新宿駅の混雑を緩和、千代田線は常磐線各駅停車の通勤需要を引き受けることで上野駅の負荷を軽減している実績があります。その一方で、極端な例として、
東武鉄道の浅草駅が挙げられます。浅草駅は最大で8両編成までしか入線できず、10両編成の列車は東京メトロ半蔵門線に乗り入れし折り返し運転をしています。半蔵門線への乗り入れ開始前は成平橋駅で10両編成の列車は折り返しを行っていました。このように都心で折り返さないことにより折り返し時間を駅で確保する必要が減り、スムーズな列車運行が構築されました。4つ目は都心の車両基地や駅用地の削減です。都心の狭い敷地、高額な土地で車両基地や駅用地を設けるよりも、郊外へ広い車両基地を設けた方が経済的です。その例として東京メトロ千代田線には北綾瀬、有楽町線には新木場に広大な車両基地があります。地下鉄沿線に車両基地を設けず、郊外の土地の安いエリアへ展開し効率化を図っています。これにより駅用地の削減につながっています。こうして東京の地下鉄は多路線とも一体となったネットワークとなり、都心駅の混雑を緩和させた上でさらに利便性の高いものとなっていると思います。地下鉄を走る電車の特徴。さて、そんな日本の地下鉄を走る車両についてですが、どんな特徴があるのでしょうか。現在新規製造されている鉄道車両のほとんどは自主的に地下鉄と旅客車という規格に合致する形で製作されています。車両前面の貫通扉設置については義務ではありませんが、各社の乗り入れ協定等に従って貫通扉を設置するケースが多いです。また2003年に韓国テグ市にて発生した地下鉄車内へ引火性の高い物質を持ち込まれ故意に放火されたテグ地下鉄放火事件以降、日本では鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準を2004年12月27日付で改正し、より一層の車両火災対策の強化がなされています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で社会経済の変化が起きています。リアルな人と人、人と物とのつながりの重要性が再認識されています。東京での国際競争力強化、訪日外国人観光客などとの交流人口の拡大、ライフスタイルの多様化等、交通インフラは維持・充実を図っていくことが今後も必要になっています。そんな中、2021年7月に3つの路線網拡充についてこんな提言がありました。一つ目は有楽町線の住吉から豊洲間の延伸についてです。第198号答申で国際競争力の強化の拠点である臨海副都心と特部東部の観光拠点等とのアクセス利便性の向上や東西線等の混雑緩和に資する路線として、築地市場が豊洲へ移転するという時期から本格的な議論が始まり、2022年3月末に有楽町線の延伸は決定しました。建設距離は 4.8km、 総建設総額は約2690億円と見積もられています。費用面は都と国が東京メトロの建設費補助という形で合意、開業は2030年代半ばを目指しているということです。構想が始まった1970年代から50年という長きにわたる構想が実現するという嬉しい出来事となりました。今後の江東区の活性化に期待できそうです。2つ目は都心部品川地下鉄構想についてです。
こちらも第198号東進にて、六本木等の都心部とリニア中央新幹線の始発駅となる品川駅や国際競争力強化の拠点で、同駅周辺地区とのアクセス利便性向上に資する路線と位置づけられ、なんとこちらも早期実現が決定しました。概要ですが、東京メトロ南北線を白金高輪駅から延伸して品川駅と接続させる計画です。開業は2030年代半ば、建設費総額は約1310億円です。ちょうど同時期に東京メトロが開業を目指す有楽町線の延伸と合わせて開業し、利便性を高める狙いがあります。ルートは白金高輪駅から都道目黒通りの地下を走り、南東に方向転換して環状4号線の地下を通り品川へ向かいます。南北線の白金台駅や都営浅草線の高輪台駅と既存駅の近くを通りますが、途中駅は設けない計画です。理由は既存路線と地中の深さが異なり、乗り換えの利便性が悪いためだそうです。羽田空港やリニア中央新幹線の結束点となる品川駅までの所要時間短縮を優先で建設を進められます。2030年代にかけて都心の重心は南にシフトすると言われており、その中心が品川となるようです。鉄道会社によるまちづくりが一層強まっていきそうです。3つ目は都心部臨海地域地下鉄構想についてです。第198号東進で国際競争力強化の拠点である都心と臨海副都心との4アクセス利便性の向上等に資する路線と位置づけられ、議論が始まりました。検討会を設置し、路線や駅の位置検討を始めているそうです。ただ新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うパンデミックの状況下では、鉄道事業者が資金難の状況で、鉄道事業者の負担軽減が必須、まだまだ実現には程遠い状況です。試算では3000億円以上かかる見込みで、国、都、区、鉄道事業者で分担するものの、負担軽減も含めた検討が必要な状況です。合わせてつくばエクスプレスとの直通運転化についても検討、期待が寄せられています。ただ計画がまとまったとしても、公共交通機関の工事は国の許可が下りるまで順番待ち、現状のままだと20年、30年かかるとも言われています。果たして今後都心の地下鉄がどのように変貌していくのか、将来に期待しつつ、今回の動画を終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。今回の動画をご覧いただいたことによって、東京の地下鉄はなぜ多路線との直通運転が活発なのかについて、一番の理由は人口増加が要因であること、ターミナル駅の混雑緩和目的も理由であること、都心駅での折り返し作業の削減も理由であること、都心の車両基地、駅用地の削減も理由であること、乗客の利便性確保も理由であること、東京以外の地下鉄では競合の考え方や線路幅の問題から進んでいないことなどについて分かったのではないでしょうか。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをよろしくお願いします。またチャンネル登録についてもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。